ここからはですね、被災地の現実と今必要な支援について能登町の町長と中継をつないでお話を伺っていきます。はい、大森町長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。大変な中ありがとうございます。まずは能登町の被害の概況から見ていきます。人口およそ1万5000人の能登町です。高齢化率、先ほどの輪島市より高く 50% を超えています。石川県の発表では2番目に建物の被害が大きい自治体で住宅5000棟が被害に遭っています。市内のほぼ全域にわたるおよそ5000戸で未だに断水が続いています。避難は49カ所で行われていて1000人近くの被災者が厳しい生活を強いられているということです。大森さん、先ほど輪島市では断水そして道のこの寸断というのが大変問題となっていましたけれども、能登町の状況はいかがでしょうか。はい、輪島市ほどではないんですけれども、うん、同じような状況でですね、発災当時は全然道が通れなくてですね、回り道をしながら大変時間、何にするにも時間がかかったということで、全体の状況把握がなかなかできなかったというところが非常に課題でありました。電気もつながらないですし、それから通信ですね、電話もつながらないような状況だったので、非常に把握が困難な状態でありました。で、現実、今はですね、徐々に一緒で輪島さんと一緒で、通水しながらですね、管の確認を行いながら、断水の解消を行いまして、今現在はですね、約 20% まで断水の解消ができて、でもまだ2割なんで、いい感じだと、そんなような状況であります。住民の皆さんというのは今避難は1000人近くですけれども、皆さんご自宅に戻られているのか、あるいは他の県に移っていらっしゃるのか。もう戻られている方もいますし、それから同じように親戚やお子さんのところに行かれている人もいますし、1.5 次二次避難に行かれている方もおられます。ただどれだけの方がその今 1.5 次二次って登録して、行った人と、それからご自分で、今日行かれた人がどれだけいるのかというのはまだ全然把握ができていないようです。そうすると大森さん、その能登町のその中におけるその今実際に今何人いるのか、そのうち自分の家にお住まいなのが何人で、一時避難をされている避難所、町内の避難所にいるのが何人で、市金沢市と、もし遠くのところに二次避難されているか何人でっていう、その把握もすでになんかその把握が現状難しい、こういう理解でよろしいですか。そうです。なるほど。そうすると、そのいわゆるこうどこに誰がいるのか、もうこれから先 の, その復興のスケジュール、どこから道路を直すのか、どこから通水していくのかという話とか、ないしはこうあんまり想像したくないんですけども、さらに大きな地震があったときに誰をどこにいるから、どこから救いに行かなくちゃいけないのかというところ、ここの部分というのは僕は今のお話聞いていてプランがなかなか立てにくいのではないかと思うんですけども、そこはいかがですか。はい、ただ田舎町でありますので、はい、各町会区会のですね、自治会というのが割としっかりとしてましてですね、区長さんや周りの方がですね、ある程度この自分のうちの周りの方の状況というのは把握しておられますので、この人は今金沢行ってるんだよとか、娘さんのとこ行ってるんだよっていう、そういったはっきりしないですけど、ぼんやりとはですね、把握はできていますね。やはり気になるのがですね、能登町が高齢化率です。全国平均と比べたらかなり高い数字ですけれども、高齢者の多い地域でのこう避難生活の大変さというのは何があるんでしょうか。やはりそうですね、結局一人暮らししていた方も多いんですけれども、避難所に来るとやはりどうしても自分でできることもね、皆さん手伝ってやっちゃうので、自分でできることもだんだんしなくなってくる、高齢者施設並みに、なってきているところもあります、ただなるべく自助するようにとは言ってるんですけれどもですね、なかなかこの辺が難しい状況で、それはあれですか、お互いに助け合うということは美しいようにも思うんですけれども、そういうできる人がちゃちゃか先立ってやっちゃうことによって逆にマイナスの面が出ているという意味でよろしいんですか。
そういうケースもございます、はい、ちょっと心が塞いできてしまう方とかが増えるということですか？それもありますし、やっぱり本当は、まあ、ある、ね、日中はちゃんと歩いて動いて、はい、で食べて夜はちゃんと寝ていただくのが一番なんですけども、はい、やっぱり日中寝てられる方もよくおられますし、うん、はい、その辺の健康管理っていうのは非常に難しいですよね。野口さん、この辺り。いや、ですね、はい、まあ、いろんな避難所行ってきましたけれども、はい、まあ、今回に限らずですよ、はい、避難所っていうのは全て基本的に用意されるじゃないですか、うん、そうするとやっぱし何でしょうね、最初の頃はいいんですけれども、うん、いわゆる人間的な生活ではないですよ。全部渡されると言っている、はいはい、で、まあ、別に自分がやったテント村を宣伝するわけじゃないんですけれども、はい、テント村はタープっていうのがあって、うん、火器を使えるようにしたんですね、はい、で自炊ができる、なるほど。でそれは最初はその町役場、その益城町は、はい、避難所で火器はやめてくれという反対があったんですけど、うん、いろいろ説得して、うんうん、料理を自分たち作れるようにしたんですね。なるほど。でそこでやっぱ変わるんですよ。要するに自分で買い物行って料理を作って、うん、で好きなものを食べてっていう、いわゆるこう人間の生活じゃないですか、うんうんうん、でそれが避難所の中にいると最初はもうしょうがないんですよ、うん、ところがずっとそれが長期化すると、うん、本来の人間のこう日頃の生活のリズムが奪われていくんですよね、うん、そうするとだんだん表情がなくなっていって、うん、先ほど長者がおっしゃったように、うん、だんだん何もしなくなって記録を失っていくっていう、ですから、うん、なんでしょうね、まあ、体育館の中だとなかなか鍵使うの難しいんですけれど、はい、例えば順番順番で被災者の方も料理を作るとか、はい、掃除をするとか、うん、っていうようなことをね、やっぱりやっていかないと、うんうん、だんだん特に年配の方はだん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 何もしなくなっちゃうんで。宮崎さん、今の話、確かにいろんな事象が出てくるんですね、はいはい、もう時々刻々変わっていきますから、はい、で今町長ご指摘のような事象も、はい、承知をしております。それで避難所の中にもですね、うんうん、例えばその福祉の専門家を派遣をさせていただいたりすることによって、はいはい、その例えば高齢の方、また障害のある方への対応が必要なところもあります、うんうんうん、というとか、あとは例えばどういうことをやったらいいのかということになると、ケアマネージャーさんみたいな、うん、はい、ケアマネさんのような専門家の人たちにですね、はい、入っていってもらって、はい、でどういうことをやっていったら、うん、この方の、まあ、うん、まあ、健康にというかですね、先ほどお話があったように、こう、はい、なんていうんですかね、何にもしないから、うん、非常にそれがゆえに、うん、例えばいろいろ介護が必要な状態が進んでしまうということがないようにする配慮などをしないといけないので、うんうん、感染を防止するということの、うん、いわゆる保険的な部分だけじゃなくて、はいはいはい、福祉のところででもですね、これ専門家入れていくということを今言ってます、はい、非常に大事なところですね、この避難所生活が長引くにつれてですね、はい、それが非常に大事になってきます。これは絶対いります。はいはい、今実際に能登町のその避難所においては、若い人も高齢者の方も介護が必要な方もみんな同じところでお住まいなんですか。お住まいで避難されてるんですか。はい、そうです。ただ、はい、本当に介護が必要な人に関しては。うん、独自で介護避難所というところスペースを作って、はい、そこで専門家に見てもらっています、うん、はい、そこの部分においては、じゃあその一定のある程度 その何て言ったらいいんですか、その負荷のかけ方というか、それぞれの人たちがお互いに遠慮したり、この気にすることない別 その分けたある意味で分けた、そういう生活空間ができつつあるという理解でよろしいんですか。まあ、でもそこまでしっかり分かれてないですよね、うん、正直なところ。何か役割があることでこう活力を見出す方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、まあ、それを言うとこうお子さんにもできることがあるということもあるんですが、うん、お子さんの様子というのはいかがでしょうか。お子さんがいる避難所は必ず親御さんもいますので、うん、ただ今やっと学校保育所が再開しましたので、はい、まあ、それまでの間はずっと避難所生活であったので、非常に子どもたちもね、うん、辛い思いをしたというふうに思っております、うん、はい、一方そのさっき輪島市長とお話しした時に、そのいわゆるこう住宅の建設が始まったと、今日18戸できたんだと、仮設住宅ですけれどもという話がありました。能登における能登町における仮設住宅の建設計画、今どういう状況ですか。はい、今、最初の66戸が建設中であります、はい、うんうん、でもう少ししたら あと2番目のところで38戸前後ですかね、はい、40戸前後で今
計画を進めておりまして、もうすぐ着工という運びになっています。仮設住宅を希望する方というのは世帯数でも人数でも構いません。どのくらいいらっしゃるんですか。今500世帯、600弱ですね、今希望されている方は。なるほど。その方々に全部行き渡るような仮設住宅をその町の中に作るご予定なんですか、それともいくつか一定の割合の皆さんには 1.5 時ないしは2時ということで町の外に出ていただく方向があるのかどうか、ここはいかがですか。いや、これはあの希望の仮設住宅の戸数を建設するという、うん、いただきたいという思いで、はいはい、それをお願いしてます。なるほど、はい、なるほど。これは仮設住宅はどこさんのところですか。はい、そうです。今例えば それぞれの自治体からの要求にどういうふうに応えていくのかというお話、うんうん、仮設住宅については今どういう進捗状況にあるんですか。あの今日現在で、はい、石川県で1200戸着工されています。なるほど。で本日先ほどから輪島の方にありました、はい、18戸は初めて完成いたしました、はい、うん、今能登町の方では66戸という話です、うんうん。今年度中に、3500ぐらい目標にしてますが、希望があるのは9500から1万ぐらいと聞いています、はい、これをどうできるだけこの各町と調整して、うん、その着工し実現していくかということが大きな課題だと思います、うん、なるほど、うん、大森さん、先ほどの輪島の市長にも伺った話でいうとね、そのいわゆる道路とか水道とかを直すための働き手、応援の部隊の人たちが今能登町にどういうふうに入っているのか、入ってきた人たちは日帰りなのか、中に宿泊施設ベースキャンプみたいなものがあるのかどうかというのが先ほど問題になりました。そちらは今どういう状況ですか。はい、今町にもですね、はい、いろいろな宿泊施設があるんですけれども、はいはい、まだ水道も通ってないところもありますし、うん、とりあえず寝るだけという形で、まあ宿泊施設も被災してますので、はい、絶対安全かというわけにいかないんですけども、はい、まあ、雨風しのげる程度で、うん、寝ている人もいますし、うん、それから通われている方も当然、おります、うん、はい、通って、はい、さっきの話もありましたけれども、はい、やはりそのお願いしているのは今からこれからいろんな事業者が入ってきますので、はい、仮設の宿舎みたいなものですね、お願いできないかという話は当然、対策本部にはお話をさせていただいております、うんうん、はい、その要請はあれですよね、県庁にある対策本部の方に町から挙げて、その町にその各、まあ、もちろん県の方もいらっしゃるし、中央省庁か官庁から派遣された人たちがチームを組んでる人たちも県庁にいるわけじゃないですか、うん、その両方に対してその要求を与えぶつけているとこういう理解でよろしいんですよね。そういうことです、はい、それに対して具体的に返事は来ているんですか。いや、まだですけれども、まだここはどのように伺ったらいいんですか。そのいわゆる全体のコントロールがきちっとできているのかどうかって、ここの話なんですよ、宮崎さん。もうここはですね、はい、今お話がありました通り、はいはい、県庁に、うん、現地災害対策本部言ってますよね、まあ、我々は現体現体と言いますけれども、現体を、はい、もう元旦の発災直後に設置をして、うんうん、政府の方もですね、うん、政府対策本部を設置し、うん、また私も厚生労働省もそうですし、はい、まあ、国土交通省もそうですし、はい、各省それぞれ省内に、うん、対策本部を設置をして、これ有機的に連携していくように、はい、しております、うん、で厚生労働省も40名、うん、以上の職員をですね、うん、現地に派遣をしておりますし、現地のこの場合で石川県庁ですよね。石川県庁もそうですし、はい、あとそれぞれ活動する領域のところに派遣をしておりますけれども、はい、まあ、そういったことも含めて、うん、やはりこれは発災1ヶ月大変ご苦労をかけていますけれども、はい、やっぱりまだ長いこれから戻っていただくところまでいきますと、やはり1ヶ月今コントロールしながら、うん、そういう体制も作りながらという状況でありますから、うん、新たな船頭が多くなっても仕方がないというところもありますから、うん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 、まず県庁にある現地対策本部の方でですね、総合調整させていただくということを一番に考えて、だからそこにだから結局内閣の古賀副大臣も、はい、すぐに入っていったりとか、うん、まあ、こういうことをしているのは、うん、そういう機能ありますし、ね、はい、有機的連携はまだまだ不十分だというご指摘は、はい、真摯にきちっと受け止めたいと思っております。はい、もちろん仮設住宅の数が増やすのは大事なことだと思いますが、はい、うんうん、例えば石川県らしいその仮設なんだけれども、うん、永久的にこの借りながら住める
地域で住めるっていう方の仮設住宅っていうのも考えられることですし、はいはい、それはごめんなさいイメージわかんない、そう仮設でありながら復興住宅みたいな木造的に借りているんだけど、はい、2年間借りているんだけども、はい、その後もその地域で住めるみたい なあの仮設住宅っていうのも、うんうん、これは熊本でもありました、はいはい、これは非常に有効なその方法の一つなのかな、そういうのも組み合わせたり、あるいは賃貸やら、うん、その家を補給する、はい、まあ、そういう時間稼ぎもあるし、はい、あるいはその支援をどう国としてしていくかということも組み合わせながら、この仮設住宅のありようもやっぱり考える必要がある、ね、大森さん、あの聞くところによるとこう皆さんこう石川の皆さんこうあの人を思いやる気持ちがすごく強くてなかなか声を上げづらい、あの、うん、私よりも先にっていう気持ちが強いということで、うん、なかなかその声を拾いづらいのではないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか。はい、まあ、仮設住宅作る際にですね、うん、やはり、コミュニティセンターっていうか、みんなが集まれる、お話できる、うん、でその相談をできる人が必ずいると思うんですよね、うん、その仮設住宅に対しましては必ずそういうコミュニティセンター、職員が常駐するような相談員が常駐するようなコミュニティセンターを、うん、同時にですね、作っていく必要があるというふうに思っております、うん、そうすることによって、はい、その相談がですね、はい、何が必要なのかというところがまた町に対して、伝わってきますので、なかなかこう災害弱者と呼ばれるような顔、まあ、お子さんですとかこう女性の方のこうなかなか声を上げづらい我慢してしまいがちな声というのは、うん、今のところこう町長の耳には届いているんでしょうか。まあ我慢しているんでしょうね、うん、おそらく、うん、でも言われる方は言われますけども、うんうん、はい、ただそれでこもっちゃうとまたあの心に悪いので、うん、やっぱりどっかで吐き出すことが必要ですよね、うん、その避難所の雰囲気野口さんご覧になってどうですか今。まあでもあのですね、はい、能登町はやっぱ町長明るいんですよ先日現地でお会いしてですね、はいはいはい、で町長といろいろと意見交換させていただいて、はいはいはい、でそれと体育館に行って、はいはい、寝袋をですね、うん、2000個届けたんですね、はい、で 2000, その2000個体育館に届けて、うん、で町長と、うん、まあ、お会いして、はい、で約1時間後に僕体育館戻ったんですね、うん、2000個ってすごい量ですから、すごいですよね、もう最初すごい量なんですよ、はいはいはい、でそれがどんどんこのトラックが、うん、そのメイン その置いた場所から各避難所に、はい、その1時間の間にどんどんトラックが出てるんですね。で僕いろんなとこ行きましたけど、うん、場所によっては3日間放置とか、なるほど、場合によってはもっとっていうことも、うん、話は聞くんです。なるほど。ところがいろんなとこ回った中で能登、うん、町は早い、はいはい、で町長が上がりでそれはあの避難所に行った時に、はい、うちの町長明るいからっていうことをすごくおっしゃる方がいて、うんうん、ですからやっぱり特にこういう災害時っていうのは、うん、町長が明るいでスピードがパパパッとこう、はい、それ重要、うん、そして町長あれですよね、大事なことは義援金ですね。義援金も大事です。能登町はですね、はい、今義援金を募集しておりますので、特に他の市は募集してないの。他のもやってるんですけど、はい、ちょっと少ないらしいんですよ能登町が、はい、ですから能登町は一生懸命これから現金を集めるということで、はい、どうかよろしくお願いいたします。そうなんですか大森さん、はい、現金が今能登町足りないんですか。いや足りないっていうか、はい、あればあるほどいいんで、はい、少しでも多くの援助をいただければありがたいということでございます。今回ですね、北海道の20代の方からいただきました、はい、今回の災害からの復興において被災前の街をもう一度作り直すのか、コンパクトシティなど新しい街を作り直すのか、ビジョンはありますかというご質問来ています。ちょっと先の話になるかと思うんですが、うん、はい、まあ、よくコンパクトシティというお話がありますけれども、うん、まあ、うちの能登はですね、やはり、集落が多く点在しています。はい、でやはり私のこの一つの思いとしては、都会化というか、シティ化するのではなくて、やはりこの自然環境をそのまま残した形でですね、できればそういう形で復興させていく、その点在する集落の中で、まあ、コンパクトにするのはいいんですけど、ね、全てをこう凝縮するっていうところには至らないというふうに思ってます。なるほど。
それはあのいわゆる富山市みたいにね、富山市みたいにその分散していたそのコミュニティをその市内の方にぐーっと集めてっていう、そういうことは無理やりはするつもりはないと。復興計画はあくまでも元の、そうですね、そうです、なかなか難しいと思います。なるほどね、わかりました、はい、ありがとうございました。能登町長大森さんのご出演ここまでです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。東京都の50代の方からいただいたメールをご紹介します。野口さんに伺います、はい、海外メディア記者が震災現場の避難所の方々を見て難民のようだと言ったのを聞きました。世界有数の先進国でなぜこの国民が難民のような暮らしをしているのか不思議だったようです、うん、なぜ宿泊施設全国にありますが利用しないのか、現場から被災者を思い切って全て外に出すことが最低限の復旧の最優先させるためのこと、うん、日本中どこで大きな災害が起きるか分かりません、日本全体で同じ意識を共有していくことが大事だと思いますということなんですが、うん、いやそれはそんな簡単な話でもなくて、はい、例えば今回二次避難というのを一生懸命呼びかけても、うん、そうですね、行かない方もいらっしゃるし、はい、そもそも避難所に入らない方もいらっしゃるんです、うん、あれは入れないんじゃなくて入らない方もいらっしゃるんですよね、うん、でそれはやっぱ家を離れたくない、うん、それは徘徊している、うん、貴重品がある、物がなくなるかもしれない、うん、あとはペットがいる、うん、ペット受け入れの避難所がなかなかない、いろいろあってですね、はい、やっぱこうなかなか避難所に入れない人もいる、うん、ただ遠くに行くこともなかなかできないですよね、うんうん、で日本のその避難所を、うん、ある専門家の人はソマリアの難民キャンプ以下と表現した人がいるんですね。日本の避難所ですか。そうです。何がそこら辺、まあ、いい や、 いや、はい、これは極論じゃなくてそうなんですよ、はい、うん、でそれはどうしてかと申しますと、うんうん、海外の場合の、まあ、避難所、まあ、難民キャンプのようなものですね。基準これ、はいはいはい、で海外の場合はですね、はい、これはあの国際赤十字というものが設けてるんですけど、はい、このスフィア基準がありますよね、はい、うん、で日本にはあの例えばこれいろんなこう実はこんだけ厚い冊子なんですよ、うん、ですごい事細かく書いてあって、うん、であのそこが海外の難民キャンプはこのスフィア基準というのを一つのベースにしてこう作られていくんですよね、はい、ですからあまり差が出ないと、うん、で僕はあの熊本でテント村をやった時にあのいろんな専門家が来て、うん、スフィア基準よく調べましたねと言われたんですけど、うん、僕全くその時は知らなかったんです、うん、でもよく調べましたね、大体80点ですって言われてなんでだろうと思ったんですけど、うん、そこであのいろいろ調べてみた時に、うん、例えば、うん、テント、まあ、あの海外の難民キャンプはテントなんですけれども、はいはい、まずプライバシーの確保がなきゃいけない、うんうん、あと1人当たり 3.5 平米確保しなきゃいけない、はい、で例えばテントの天井も2メートルなきゃいけない、うん、そしてトイレに関しては、男女比率が3対1、うんうん、要するに、男性が平均30秒女性が90秒、ほう、ですから男性のトイレが1機あったら女性のトイレが3機なきゃいけないんです。なるほど。で女性用のトイレをまた別の場所にあってそこにはランタン明るいをいっぱいつけて、はい、ちゃんと安全を守らなきゃいけないとかですね、はいはい、実に事細かいルールがうわっとあるわけですね、うん、でいろんな専門家にお話を聞きましたけれども、うん、そういうルールがないと、うん、必ず何か暴動が起きたりとか、うん、先ほどあの、ね、あのお話しされてましたけど、はい、日本の被災者の方って、うん、僕も、まあ、テント村って避難所ですから、うん、実際に運営したわけですよね、はい、約2ヶ月間共同生活したんですけど、うん、あの被災者の方から要望ってなかなか出てこないんです、うん、一生懸命聞くんですよ、あのもっとどういうものが必要ですかって聞いても、うん、はいはい、十分やってもらってますと言って日本の被災者の人は我慢するんですよ、基本的に我慢するんです、うん、ですからこっちから一生懸命こう探って探って探って、うんうん、で関係性が築けてからようやく本音が出てきて、うん、はいはい、そこからこうちょっとこう工夫していくんですけれども、うんうん、あの日本の避難所っていうのは、うん、その海外の難民キャンプのひどいっていうのはある意味その通りなんです、うん、例えばだって日本のあれですよ、平均すると一人当たりの平均が畳1畳ですからね、うん、なるほど。で最近こう間仕切りって、はいはい、始まりましたけど、ね、ただ上はない、はい、で体育館の中のこのカーテンですと、はい、まあ、これはこれで、ね、あるのはいいことなんですけど、はい、音はもう丸聞こえですよね、はいはい、ですからあのプライバシーがなかなかない、うん、で僕がテント村っていうのを熊本でやった時に、うん、いろんな人からいろんな意見があって、うん、特に避難所を運営している方からは、うん、最初評判悪かったんです、うん、でそれはなぜかっていうと、うん、体育館の中で全員雑魚寝してれば見えるわけですよ、見える見える、管理しやすい、おっしゃる通り、でもその分プライバシーを犠牲にするわけですね、うん、はい、テントになると要するにプライバシーが保たれる分あのなかなか見えないんですよ、なるほど、中で倒れてる人がいるかもしれない、はい、ですから僕ら600人近く預かってたので、うん、とにかく声かけて声かけてでみんなで声かけするっていうふうにやりましたけど、うんうんうん、ですから日本の、 あの避難所っていうのが、うん、ソマリアの難民キャンプ以下っていうのは、うん、
多分そのスフィア基準に日本に完全ペケなんですよ。初期の段階で緊急避難で避難所入りましたって言ったらもう体育館公民館もしょうがない、うん、一定のその期間って何かあるんですかね。2週間とか3週間とか1ヶ月経ったらそれぞれセパレートにしないとまずいよって。これは国によるんですけれども、はい、確かイタリアの場合は震災が起きてから、うんうん、テント村をこの設営しなきゃならないのは、はい、確か3日だったかな、これちょっと正確じゃないですけど、すっごい早いね、3日か4日以内になるほど、建てなきゃいけないと、はあ、なぜそれが可能かっていうと、うん、各自治体がこのセットを持ってるんですよ。今のお話、道子さんどう聞きになりますか。そうですね、とても参考になりました、うん、ぜひ持ち帰りたいと思います。なるほど、ねはい、宮崎さんどうですか今の話。そのなんていうか、まあ、これ多分事前の危機管理的なお話ですよ。そのやった起きた後に、ね、今ある手持ちのカードで対応する話というのはもちろん今日これまで伺った話でそれはもう精一杯フル回転してると思うんですけれども、国の危機管理的なセンスとして今みたいな話ってそういうことですよね、うん、いかがですか。まあ、やっぱり国際基準もあってですね、はい、そこを満たしていかないといけないというところが、うん、やっぱりこれが被災された方へのですね、うん、やっぱりとにかく今例えば災害関連死の問題なども出ておりますけれども、とにかく環境をしっかりと作ってあげるという意味ではもう大変参考になるお話でありますし、やはりこの国でどうやって取り組みができるか、各地の自治体も含めてですね、これもっと建設的に考えないといけないところであります。それで、まあ、今私たちが与えられた状況の中からすると、はいうんまあ、一足飛びにあそこまではなかなか行けないわけですけれども、うんうん、例えばいろいろな状況の方がおられるということもありますから、はいはい、例えば県の方がリードをしてスポーツセンターで 1.5 次避難所で、はいはい、こういろんな状況に分けて、はい次のところに行っていただくとかっていうこともやったりして、おりますけれども、そこもいろいろな例えば介護が必要な方をですね、はいはい、メインとサブとマルチでこうエリア分けをして、はいできるだけその状況に応じた対応ができるような措置なども取ったりしております。それのエリアを少し広げていったりする必要もあったりするんですけれども、まあ、今のことも参考に十分させていただきながらですね、まずできるところから手を少し厚く入れていかないといけない状況です。宮崎さん、メール来てるんですよ、はい、沖縄県の50代の方からいただきました。国は被災地に自治体と協力しながら病人や高齢者、女性や子どもなど車中泊しないで済むような被災者トリアージ、まあ、優先順位を決めるようなルールを策定し、うん、定めるべきではないですか。こういうご意見も来ています。これは先ほど野口さんがおっしゃったことに関連すると思うんですが、やはり災害を受けられた方の中で避難所に行かれないという選択をされる方もおられます。ですから強制的にということはいけないんですが、ただその命や健康ということを守るのはやはりこれは行政の使命でありますので、こういったところについては今やっていることでいうとですね、例えば登録をされていない、例えば農業用のハウスみたいなところで避難をされている方をちゃんと把握をしていって見回りをしていくとか、在宅の方のところは一軒一軒当たっていってですね、それでどこにどういう方がいらっしゃってどういう状況なのかということを確認しながら、その不適切なことにならないようにですねやっていくということもやっておりますので、まあ今現状やっているのはそういうことをやっておりまして、まあそれぞれの立場、それぞれのお考えをしっかりと、これ寄り添うということになると思いますので、こういったことをもっと強めていきたいと思っています。道子さん、お伺いします。富山県の60代の方からいただきました、はい、この北陸応援割について被災地側の一人の人間として本心をお聞かせください、うん、今はまだ被災地への直接支援が最優先じゃないですか、うん、被災地が落ち着いて準備が整ってから盛大に観光客をお迎えすればいいと思うのですが、うん、何かこのタイミングでは大人の事情がと思ってしまいます、はい、そういうお考え十分受け止めます、はい、うん、能登が大変困難な状況であって、うん、とてもこの観光ではないと思われるかもしれませんが、うんうん、国がですね、はい、地方を元気にする手段として観光っていうのを力を入れてきまして、うんうんうん、去年1年間で外国からのお客様初めて5兆円を超えました、はい、この3月16日に、うん、福井敦賀北陸新幹線開業を機にですね、はい、うん、まだまだ能登、石川はその段階ではないと思いますけれども、うん、石川の南部、あるいはその福井、うん、富山、新潟で2万円を限度に一泊、うん、その5割をですね、はい、実施したいと思っています。ただしですよ、各県の事情があります、はいはい、その事情をよく
この加味していただいて知事の判断でいつから始めるか、そのことも含めて、この判断を委ねながら進めさせていただきたいと思います。そうそう、国は予算を作って、はい、各県ごとに割り当てはするんだけれども、はい、3月から使っていいとは言いながら、例えば石川、まあ、長谷知事が、はい、うちはまだちょっとその北陸割はまだ早いから、はい、実際に輪島まで珠洲まできちっと観光客の皆さんが入れる時期になってから使いますと言って、例えば半年先延ばしする、これもありなんですねと 今のところ思ってます。なるほどね。その特に能登に近いところはですね、この避難者を受け入れている場合もありますし、またその仕事をするためにベースキャンプにしている場合もあるわけで、その事情をよくこの加味していただいてですね、能登の能登は抜いて南から始める、あるいは富山県を始める、いつ始めるか、そのことも委ねたいと思いますし、特にですね、申し上げたいのは能登については少し遅れます、遅れますけれども、この数段この応援をですね、応援の厚さを増す、厚さをですね、数倍ぐらい増すとぐらいの、北陸応援割は 50% 引きだけど、その半年後の仮によ、半年後に石川の応援割をするときには 70% 引きみたいな、そんなイメージ、私勝手に言うわけにはいきませんけれどもそれぐらいの勢いでですね、応援しなきゃいけないと思っています。道後さん、富山のご出身だから氷見ですよね、氷見のご出身である道後さんだから ぶっちゃけた話で言うけれども、石川の地震で能登半島が大変な被害を受けているときに、我々がじゃあ北陸に例えばブリ食べに行こうとかカニ食べに行こうっていうふうに思っても、今被災地だから悪いからやめようなというふうに思って自粛する人一定数いると思いますよ、そういう人から見たときに、この北陸応援割というのは県の方からうちは受けますと言ったところには、そこには来て、飲んで食べて楽しんでお金を落として現金、そうですね、なおかつ意識を北陸じゃない能登の皆さんにそう寄せるというところが、地域とか地域の活性が復興に役立つかどうかという、そのシグナルになるというふうに思っていいのかどうか、ここなんですよ。そこは当然です。能登を応援するためにもですね、そのこのまずはですね、新潟、富山、石川、福井から元気を出して、観光で元気を出して、能登を支援する、そういう力に変えていきたいなと思います。野口さん、このアイデア、野口さん個人的にこれ評価されますか、ちょっとまだ早いなと思いますか、どっちですか。いや、もう本当に被災地はダメだと思うんですけど、それ以外は、全く問題ないんですよ、実際に、で僕が東北の震災の時に、やっぱこう支援に行った時にちょっとこう、被災地から離れるじゃないですか、被災してないところも当然あるわけじゃないですか、で寿司屋も商店街もあるわけですね、行くとガラガラなんですよ、でそこでじゃあ、復興地ツアーっていう、名前がちょっと良くなかったのかもしれませんけど、すぐバスで復興地ツアーとか行って、でみんなで飯食おうと言って、寿司屋行って夜行って飲み行ってっていうのがあったら大炎上しましてね、かなり怒られました、不謹慎だと。ただ寿司屋さんは僕らが行って握った時に涙を流してる寿司屋さんがいて、要するにずっと人が来なかった、で僕たちは助けてばっかもらってた、で東京からお客さんが来て自分の寿司を喜んで食べてくれてるっていうことで、やっと東京の人にサービスができるっていうことで涙流してるわけですよ、でもネット上では不謹慎だっていうんで、だからもう批判は、その手の批判は一切もう気にしないと、の方がいいと思うんですけどね。あるべき被災地支援と復旧とはと題してご提言をいただきます。では宮崎さん、お願いします。はい、人、暮らし、未来ということで、この3つに関わっていかないといけないじゃないかというふうに思っています。これ厚生労働省のテーマでもあるんですけれども、そこに寄り添っていく、そしてね、想像力と意思だと思います。自分だったらどうなのか、自分の親のことだったらどうするか、そして決意として長くなってもしっかり取り組むというですね、この決意を持ってやるということが意思であります。はい、道後さん、お願いします。はい、日本のふるさと能登を守るです。私も能登半島の一部に住んでいます。ずっと能登のことをですね、能登は優しいや土までもとずっと聞かされてきました。そんな優しい能登、日本らしい能登をですね、この被災を乗り越えて、震災を乗り越えて守っていきたいなと思います。はい、野口さん、お願いします。はい、僕はですね、日本版スフィア基準の制定、作ろうと、要するに海外のやつは、戦争難民とか避難民をイメージしてるんで、日本は主にこう災害ですから、日本版のスフィア基準っていうのを今のうちに作るということだと思います。皆さん、どうもありがとうございました。